ダイソーのグルースティックのチッコ、これがめちゃめちゃ楽しかったんだよね、作ってみて。で、こんな感じでですね、アンティーク調のスタンプもできたりするんですけど、しかもこれのいいところはですね、ライトを当てるとめちゃめちゃ光るんですよ。これがまた良かったので、早速作っていく。光らんくてもいいんだけど、光ったらなんだかお得な感じがしませんか？これで100円。そしてグルーガンも新調しました。ダイソーのグルースティックのメタリック、ラメ、カラフルも違う動画にしてあるので、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てください。ということで、開けていきましょう。これ100円、15本入り。でさ、ちっこーのやつね、どっかで見たことがあるんだけど、これがまさか100円で買えるとは思わなかったですね。よく見るとちょっと黄色いですね。例えるならば蜂蜜レモンみたいな色なんですけど、伝わりますかね。ちょっとスティックがザラザラしてる感じですね。でですね、せっかくなので透明グルースティック、シーリングスタンプ用の透明グルースティックを持ってきたら、やっぱりさ、こんだけ違うんだけど、めちゃめちゃクリアじゃないんですけど、あえてこのくすんだ感じがおしゃれになるかなと思いますね。ということで、ヘッドはですね、結露が出るまでキンキンに冷やしておきますね。で、グルーガンを新調したので入れていくんですけど、このグルーガン入れるじゃないですか。違う、グルースティック入れるじゃないですか。ギリギリまで入れるとですね、まあ、力いるんですけど、これがなかなかね、最初のスタートがうまくいかない時もあるんですけど、ここまで入るのよ。なんで、後ろからグルースティックで押してあげないと、もう使えない感じ、伝わりますかね。ということで、早速やっていこう。下はですね、ダイソーさんのレジン用のシリコンマットですね。最近こればっか使ってますね。ということで、垂らしていきましょう。通常速度でお届けしておりますけど、透明だよね、溶けた感じ。ちょっと黄色っぽいんだけど、もうさ、例えが蜂蜜レモンしか出てこないけど、違う例えありましたら教えてください。美味しそうな例えがいいかな。で、結構いい感じで、なんかね、ストレスなく出てきますね。で、切れ味も、切れ味っていうか糸が出るのも腕次第で綺麗に切れるかな。で、この状態でスタンプを押していきますね。ヘッドはキンキンに冷やした状態なので水滴がついていますね。で、これで2、3分待った状態でオープン。これ思ってる以上に綺麗にできたんですけど。ということで、おかわりしていきますね。今回ひたすら下にね、ちょっと折り紙引いてみた。そっちの方がグルー垂らした方が見やすい。違う、グルーを垂らした時に見やすいんかなとか、ああでもない、こうでもないやってますけど、あんまり変わらんかったけど、なんとなくですね。スタンプ押す、このムニ感がたまらないですね。で、冷めたのでオープン。さて、風車の柄なんですけど、これがまあ可愛いですね。で、ここからですね、グルー出すところは5倍速にしていきますね。ひたすらスタンプを押していくんですけど、いや、これね、癖になるんですよ。めちゃめちゃ綺麗にできるから、これは癖になりますね。ということで、ひたすらやっていくんですけど、いや、このさ、ちっこ入りのグルースティックが100円で買えて、しかも15本入ってるって、なんか今回正直ビビったんですけど、使った方います？めちゃめちゃ使い勝手が良かった。ただヘッドに貼り付く可能性があるので、事前に対策してくださいね。私の場合はヘッドをキンキンに冷やして結露が出るぐらいになってからスタンプを押すっていう方法をやってるんですけど、自分のやりやすい方法でやってもらったらいいかなと思います。ただ怖かったらちゃんと対策しないと、本当にヘッドから剥がれんくなって、ちょっとね、ちょっとテンション下がるなと思うことがあると思うので、ちゃんと対策してね、ということを言いたいですね。あとですね、下に敷くシリコンマットもレジン用を使っております。それの理由はですね、透明をした時に、前動画でやったと思うんですけど、ツルツルしてるから透明度がキープできるんですよね。普段は大理石とかの上でやってるんですけど、今回動画だったので、レジン用のシリコンマットの上でやってみました。さて、ここから飽きてきたので、ペラペラを入れてみたらどうなるんだろうと思ったので、ペラペラをですね、入れていきますね。
で、ペラペラを入れるときは通常速度でいくんですけど、これもう熱で溶けてるの分かります？通常のワックスだとグルーの熱だけで溶けちゃうんですよね。ということはめちゃめちゃグルーが熱いのって気をつけてね。これだいたい100度ぐらいあるんと思うよ、多分ね。なので動画だと伝わらんけど、触ったら熱ってなるから、熱じゃ済まないか、火傷する可能性もあるのでちゃんと対策してね。熱いもんなんですね。こんな感じで水彩画みたいな感じでできて、おしゃれな感じだなと思いました。次はですね、おかわりしましょうか。ペラペラが想像以上に良かったので置いていくんですけど、これどう考えても大きすぎたなとか思うんですけど、いや前に進みましょうか前に進んでなかったことのようにするために、ちょっとね、雑じゃないな、大胆にグルー出していきましょうかね。大胆って言葉の方がかっこいいかなということで、ここでスタンプを押す前にちょっとだけ待機してもらって、でスタンプをムニッと押す感じ。そしたらさ、なんかいい感じで茶色が出てきて、冷めたので、多分冷めたであろう、ツンツンしてますね。冷めたのでオープン。これ見て、なんかアンティーク調な感じになって、これかっこいいかもしれない、ツボなんだけどみたいになってるんですけど、よくないこれ。で次はですね、風車にやりたいので、ちっちゃなペラペラを刻みました。刻んでこれぐらいの薄さだったら普通に溶けちゃうので、溶かしていきましょう。こっから見ると透明なんだよね。透明なんだけど、シーリングスタンプ用の透明グルーと比べちゃうとくすんでるんだけど、あえてそのくすみもおしゃれかなと思うんですよね。ちょっと溶けきってないけど、まあなかったことにしてスタンプを押すんですけど、この無二感たまらんくない？冷めたのでオープン。いや、これは完全にあれですね、おはじきですね。おはじきっぽくできましたね。ということでペラペラ入れてみたんですけど、こんな感じで大量生産してみてめちゃめちゃ楽しかったんですけど、で後片付けですね、こんな感じで垂れていくので、ちゃんとシリコンマット引いた方がいい。あとはですね、ヘッドですね。ヘッドはちゃんと水滴ついてるので拭いてあげてください。ここからですね、完成したのを見せていくんですけど、やっぱ蜂蜜レモンですね。色は美味しそうなグルースティック食べれんけどね。ということで、こんな感じのグルースティックが、こんな感じでおしゃれなシーリングスタンプになったんですけど、透ける感じがいいよね。これぐらい透けるんだよね。パキッて透けるわけじゃなく、ちょっと上品な感じで透けるので、スタンプ次第でいろんなことができそうだなと思うんですけど。で次はペラペラを使ったスタンプ、こんな感じで、これはですね、水彩画のようにできて、これはいいんちゃうっていう、個人的に思ってますね。他の色でもやってもいいかも。これはアンティーク調になりましたね。茶色が本当にいい感じで味を出してくれたので。でこちらがですね、おはじきですね。どう考えてもおはじき。最後どうしても光らせたい UV ライトですね。見て、めちゃめちゃ光らん？ここ通常速度なんだけど、こんな感じでブワーって光って、ちょっとずつ光が収まっていく感じなんですけど、ペン入れしたところが黒くなってるので、いやこれ柄が結構綺麗に出るねって思ってるんですけど、いやこれ二度楽しくない？スタンプ押して楽しいし、光らせて楽しいみたいな感じ。さすがにやっぱりグルースティックの方が光はキープできてますね。めちゃめちゃ光ってる。ペンライトみたいになってるけど、伝わる？で、あまりにも良かったので、私はですね、おかわりしました。おかわりしていきましょう。でね、次は、どう？めっちゃ光らん？めちゃめちゃ光ってんの。このアンティーク調のやつでもこんな感じになって、いや、光ってめちゃめちゃ楽しいやんってなってますけど、これは、ほんと楽しい。富士山の柄も、ここからだとちょっとわかりにくいけど、光ってんだよ。こんな感じで、おしゃれな感じになるし、二度楽しいので、これは大量生産して他の色も作ってみたい。ちなみにグルースティックはこれぐらい柔らかいのでね。UV ライトを当てた瞬間が一番光っていって、どんどん暗くなっていく感じ。なんですけど、光るってなんかいいよね。楽しかったですね。ということで今回はですね、ダイソーさんの
グルースティックの実行をやってみたら想像以上に楽しかったんですけど、これはいろんなアレンジができそうでワクワクしますね。で、このダイソーさんのグルースティック4種類が新商品だと思ってたんですけど、どうやら生配信してたらクリアーも新商品じゃないかっていう話があったので、そちらも近々やっていきたいなと思います。今日も長い動画でしたけど、見ていただきありがとうございます。